おはようございます。もうこの人ほんと腹立つんだけど、まあさ、早くからも新喜劇見ててクスクス笑ってると思ったら11時過ぎたらもう一回寝るとか言い始めて、もうで今11時ね。もうでこの肘トトと遊んでたらトトが本気になって全部前は歯が全部ここに当たったらしいよ。ガーってなったみたい。それででここにいるんだけど、トトに私は今グッジョブと言ってます。よくやったと。グッジョブトト、上手ね、遊ぶのね。お父さんやっつけたの。そう、あ逃げちゃった。怒られると思ってたこれおいで、はい、おいで。あー来たの、グーボーイ。お父さん寝ちゃったよ。あ、行った、トト行った、結局行った。今仲直りしてんのお父さんとね。お父さんお膝じゃない、お肘痛いって言ってたよ今ね。乗ってんのお腹に。うん、お腹ポンポンジョンしてんの。気持ちいいの。うん、ここにポミンだね気持ちいいな、トトくんその顔して。うーん、いいね。うん、今日お父さん遊んでくれるんだって、トトとポミと。よかったね。準備しないとね、行くね、遊ぶのね。甘えてますね。何してるんですかオタク。ティッシュ潰れるよ。てかパソコン落とさないでよ、ハニくん。ちょっとよくわかんないんですけど、何してんの。犬に邪魔されたんでしょ。知ってる。今1時過ぎです。今からお出かけします。いまーす。ポミタはいた、いまーしゅって。これからお父さんどこ行くんですか。どこかラグナビーチのドッグパークに行くらしいです。ということでこの子たちも一緒でーすね。ビーチ行くんだよ。ドッグパークか。遊ぼうね。ちょっと暑いけどね。バテないように気をつけてください。うん、ポビタはいたの。しょう、では行ってきます。着きましたよ。あの先が入り口なんだけど、路中というかこういう感じのパーキングなのでちょっと危ないんだけど、大きいワンちゃん出てきてるから大丈夫かなテンションがね、恐ろしく上がってたから。めっちゃおしっこしたね。なので遊んでくれるといいなと思います。ドッグパーク、なかなか広いドッグパークなんですけど、こっちはスモールドッグ用のパークで、まあこのぐらいの大きさなんだけど、あともずーっとこの上も上がれて、この辺までがずーっとラージドッグ用のですね。うちはもうスモールドッグの方にいる。上手に遊べないからポミちゃん。ねえポミちゃん、おい、お前だよ、上手に遊べない子は。でもう一人はこうしてるだけだから動かないのでいいんです。投げてもらってるのにさ、お友達がさボール取りに行ったらさ、ビビリだからさ取りに行かれないのね。ポミちゃん追いかけられないの、一緒に譲りますみたいなね。とっちゃんなんかおかしかった今、うん、なんかやってますね。ボール遊びはもう終わりなのかな。終わり？終わり？もう遊ばない？みじゅ？うん。
ちょっとはそこでなでなでタイムですね。日差しがきついよね。モミーちゃん、いい子してね。オッケー。ボール取ろうとしてる、ボール取ろうとしてる。あ、落とした。上手、ポミタン。もう一個あるよ。もう一個あるよ。やってみてごらん。ポミタン、ここだよ。こっちこっち。ほら。ボールここ。ほら。もう一個あるじゃん。もう無理なの？ん？何してんの？すごい顔してるな。あ、上手、トミちゃん、できたじゃん。何してんの、あなたたち。あ、クシュンした。トちゃん、おかえり。お散歩に行かれましたね、トトさんは。トミちゃんはね、ここにいるの。このボールをどうにかして取ろうとしてるわけ。下から顔を突っ込んだり手を突っ込んだりしてるけど、今取れないらしい。一個奥にしたら取れない。今は取れる。お、ここだと取れるんでしょうか。上手だね、頭使ってるね。必死だね、ポミちゃん。ペロしてる。マミちゃん、頭使ってんの。頑張れ。生きてるうちに頭使わないと。頑張れ頑張れ。あ、おかえりだと早かったね。お父さんまだあっちいるじゃん。あれ、帰ってきてたの一人で。ちょっと戻りましたね。呼ばれたと思ったらしい。もう一人はもうここから動きませんよ。ボール命ですよ。トト君おいで。トト、おいで。カモン。グーボーイ、カモン、グーボーイ。よりこでした。遊んでんのいい子だね。ママ好きですよ、ディのこと。かわいいもん。ねえ、お父さん呼んで、お父さん呼んできて。トトちゃん、お父さん呼んできて。お父さんおいでしてきて。お父さんおいでって。お父さんカモンは？また始まったみたい。好きですね、ボール遊びがね。遊んだので帰ります。大きいワンちゃんいるよ。結構で、ね、出入りは激しいかなと思いますね。帰ってきましたよって、トッちゃんとプーちゃんね。お家帰ってきてお昼寝してください。もうそろそろ3時かな。私たちはちょっと軽く食べてから買い物に行こうと思います。3時半前です。これからコストコとウォールマートに行ってきまーす。そこ着きました。また携帯か。見て、旦那のズボンめくれてんの。ウケるでしょ。気づいてないんだよ。旦那がさ、会社のアカウントでコストコのメンバーシップカードを作ったんだけど、それはオンラインで頼んだんだけど、メンバーズカードのピックアップは店って言われてたらしいので、今行ったらさ、もう1時間近く何にも結局進まずに、カードももらえずに帰ってきました。もう眠いのに待たされました。ニヤニヤ男ですよ。ウォルマートに着いたんです。ウォルマートでは何を買うんですか？わからん。いつもわかんないの。お家に帰ってきました。はい、この方はビールを宣言通り買いましたよ。これはテカテと言いまして、メキシコのビールでございます。安くて美味しいんだそうです。時々買うよね、ちょこちょこね。うん、ね。で、あとはまあいろんなものを買ってきて、今日は旦那が天ぷらをやってくれるらしいので、
私は食べる係として頑張ろうと思います。ちゃんとポミちゃんはご飯終わってます。旦那は今エビちゃんとホタテの下処理してますね。こちらが本日の海鮮だそうです。ソフトシェルクラブが1個だけあるんだよね。あとトロ、この前なんかもらってきたやつ。サーモンもあります。キッチンドランカーが出てきましたよ。乾杯。私はお水ね、もちろん。今日はねこんな感じで揚げるみたいですね。お野菜とお芋と、あと今トロを炙ったでしょ。でご飯を炊いてるって、私があのまあサーモン漬けにしたので、アボカドとサーモン丼にしようと思ってます。トロはねステーキにしちゃったらしい。まあいいんじゃない。すっごいガーリック臭い。ご飯が炊けたので、まず丼ができました。サーモンと炙りトロとアボカドの丼でーす。うん、お父さんと私の、ありがとう。で、私は今テーブルセッティングをしましたので。でも酢飯も作ったし、漬け丼も漬けもしたでしょ。それから天つゆも作った。これは柚子胡椒とお塩がついてます。第1弾のエビちゃんが来ました。丼はまだ食べてません。でも先食べてなさいと言われたので、これからは食べようと思います。いただきます。第2弾はホタテちゃんなんですけど、今日ね新しいフライヤーを買ったんです。だからね、多分まだ油の馴染みが悪くてね、こう網にくっついちゃうみたいで、衣が剥げたって大騒ぎしてました。まあ慣れたらね剥げなくなるでしょう。まあね、振る舞う側は必死ですよね。食べながら揚げながら走りまくってる。まあいいんです、たまにやってもらうのが私の楽しみですから。一匹だけあったソフトシェルクラブですね。なんか旦那がもらってきたやつなので、わけわけして食べようと思います。お野菜が今始めましたね。ブロッコリーと人参かな。これはアスパラですね。アスパラ今油こぼしたとか騒いでますよ。ほら、こいつは舐めてる。熱いよポミちゃん。それはさつまいもです。大変、トドも寄ってきた。ダメよ、あちゅんよ、痛々なるよ、ダメよ、怖いよ。あ、舐めてる。あ、食べたの、お父さん食べてる。衣だ。あー、食べちゃった。まあいいね、お父さんがいけない。お掃除手伝ってくれてるんだって、いい子たちだね。第2弾のエビちゃんが来ましたね。もう結構溜まってるの、ここに。私も食べるの遅いし、旦那全然食べれてないから。どん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 溜まってきます。それでエビちゃんはラストだそうですけれども、あと1ラウンド全部あるそうです。こんなにまあ余ってんのに。まあ旦那が食べるでしょう。全然食べてないからね。ほら、丼もそこにまだ残ってるし。私はもうね、丼も食べ終わってお腹がいっぱいです。キッチンドランカーね、お酒も飲まずに忙しそうです。立ち食いですよ、立ち食い。うん、おいしいね。ちょうどいいくらいに余らせたので、明日は天丼にしようと思います。もちろんね、お片付けもしてくれてますね。今日は私ほとんど何もしてない。こんな日もあるんだって感じ。ありがたいですね。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。どういたしまして。何このセリフみたいな。今コーヒー入れてあげてますので、コーヒー飲んで少し休憩したら一周だけお散歩行くんでしょ。忘れた。行く、行ってあげた方がいい。あ、どうや、聞いてみて。トちゃん散歩行く。ポーミタン散歩行くの。そう、トタはどっちでもいいですね。はい、だそうです。迷惑そうや。うん、でもポミちゃん行きたがってるから行きましょう。ちょっとゆっくり休憩してからお散歩ね。これから軽く一周散歩に行ってこようと思います。外はもう寒いね。昼間暖かかったのにね、暑かったね。父さん眠い、うん、お家帰ったらじゃあ風呂入って早く寝ようね。今日朝早くからクス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 笑ってさ、見てたからいけないんだと思うよ私。前から車来たからめっちゃ明るい。ねえポミタ、トト君はね暑がりだからね、涼しい時の散歩の方のがね
電気ついてびっくりしたね。調子がいいんです。鼻詰まりおじさん鼻かんでます。お家に帰ってきましたのでもうお風呂入ろうね。11時過ぎたからさ、で早めに寝ましょう。明日はね掃除して木切らなきゃいけないからまた大変。頑張ろうね。 OK。 はい、お風呂上がりました。もう12時を過ぎております。明日の予定はお家のお掃除をして、大掃除ですね。月一の大掃除をします。カーペットクリーナーをかけたりとか、サニくんのトイレの砂交換したりとか、まあいろいろ大きいお掃除をして、で、この前終わらなかったフロントヤードの木を切りたい、今度こそ切りたいと思ってるんですね。をやってっていう感じで、あとは特にないので、まあちょっとねせかせかやらなくても平気かなと思ってるんですけど、まず旦那が明日の朝何時に起きるかにもよってしまうんですが、うん、昨日お伺いしたビデオのアップロードの時間に関してなんですけれども、まあほとんどの方が特に7時だろうが8時だろうが問題はないというご意見をいただいたんですけれども、その中でやっぱり今まで通り7時の方のがありがたいですっていうご意見がまあ数件ありましたので、まあね、それだったらばどちらでもいい方が多い中で7時がっていうことであれば、やはり7時に合わせていった方がいいかなと私は思いましたので、これからも変わらず日本時間の朝7時にはアップロードできるようにしていこうと思っています。なのでアメリカ時間では午後の2時ですね。こちらの LA 西海岸の方では午後2時にアップロードされてくると思います。まあ、他のところのこのアメリカの中での時差があるところはまたちょっと3時間とか変わってきちゃうんですけど、あと他の国の方ですね、まあ、変わってくるとは思うんですが、特に今までと変わらずにアップロードしていきたいなとは思っていますし、アメリカの中だけねちょっと時差時間が変わるっていうだけなになるかな、違うな、まあ日本ではとにかく変わらずに朝7時にアップロードしようと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではね、私ももう今日すごく眠くって、なんかずっと眠くって、そうなんです、まあ旦那が朝からクスクス笑ってたからっていうのもあるんですけど、あと多分ねみんな疲れてたの。やっぱりね日差しに当たるとどうしても体力奪われるので疲れるんですよね。だから旦那もすごい疲れてて、でトットとポミもすごいぐったりして疲れてるので、やっぱり同じようにみんな疲れてるんだなと思います。なので私も今日はできる限り早く寝ようかなとは思っておりますので、今日はこの辺りで終わりにしようと思います。まあこの後も旦那が眉毛抜いてくれって言ってたので、まあ寝ちゃったんだけど、寝てる間に眉毛だけ抜いてあげて手入れしといてあげようかなと思ってるので、旦那の眉毛を抜いてから寝ようと思っています。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。